アンガラロケットはロシアで開発、運用されている人工衛星打ち上げ用ロケットである。名称はロシアのアンガラ側に由来する。アメリカの E ラブと同様に企画化された設計がなされ、必要に応じて構成を変えることで3800から2 4 5 0 0ラムの貨物を低軌道に投入できる。これによりコスモス 3M、ジクロン、ロコット、ゼニット、 プロトンなどの打ち上げロケットを置き換えることを目的としている。将来は補助ブースターとして回収可能性が特徴であるバイカルブースターを用い大幅なコスト削減が可能としている。最初の打ち上げはプレセツク宇宙基地からアンガラ1.2バージョンで行われた。財政難の影響で射点の建設が遅れたため初の打ち上げは2014年7月まで遅れた。ただ、 打ち上げ実験自体は、一段目にアンガラロケットと同様のものが使われている韓国のラロ打ち上げと同時に始まっており、2009年に初の打ち上げが行われた。MAX2009 で展示されたアンガラの模型アンガラロケットは、ユニバーサルロケットモジュールという共通モジュールを各バージョンで使用する。ELAV とは異なりアンガラは固体燃料、ロケットブースターは使用しない。 一段目は ARM-1 と呼ばれ、液化酸素と RP-1 を燃料とするエンジンである RD-191 を備える。必要に応じて ARM-1 を1、3、5、または7本を束ねて使用される。二段目は1.2バージョンでのみ、ソユーズ2.1ビットでも使用されるブロックアイを使用し、それ以外のバージョンでは、 アーム -2 と呼ばれるブロックアイを拡張したモジュールを使用する。大半のバージョンは無人の打ち上げを対象とするが、アンガラ A5P とアンガラ A7P は有人、打ち上げ能力を有するように設計される。すべてのアンガラロケットは同一の車上設備を使用する。ユニバーサルロケットモジュールはアンガラのどのモデルでも共通するコアである。アンガラ A5 は4機のアーム -1 を 補助ロケットとして追加する。それぞれのアーム1は液体酸素と RP-1 を燃焼する1機の NPO、エネゴマシュ RD-191 を装備する。RD-191 は元はエネルギアのブースターの動力として開発された4機の燃焼室を備える RD-170 から派生した単燃焼室式のエンジンである。 ゼニットに採用されている4燃焼室式の RD-171 や、裏のアトラス V に採用されている2燃焼室式の RD-180 も、同様に RD-170 の派生型である。ソユーズ2から 1V の1段目には1970年代に設計された NK-33 が採用されており、この代替として、 RD-193 が検討されている。RD-191 は、出力を30%まで下げることが可能で、中央のアーム -1 はアーム -1、補助ロケットの分離時まで推進剤を温存することができる。アーム -1 は、液体酸素タンクが上部にあり、タンク内構造は飛行制御とテレメトリの、機器と下に、ケロシンのタンクで構成される。 モジュールの底部の推進装置は、ピッチと用の制御のためのジンバル機構とロールの制御のための推進機を備える。キマフト巻き機製 RD-0124A を備えたアンガラの2段目は、アーム -2 として分類され、同様に液体酸素とケロシンを燃焼する。RD-0124A は現在ソユーズ2の2段目のブロックアイの動力である。 RD-0124 と似ている。アーム -2 の直径は、アンガラ A5 と他の派生型用には3.6メートルが予定される。アンガラ1.2は、より小型の RD-0124A を動力とする断面を備え、ブロックアイと大半が共通の直径2.66メートル、あるいは拡大されて、アーム -1 の直径と同じ2.9メートルになる可能性がある。 アンガラ1 2に及び、アンガラ英語で低軌道にペイロードを運ぶ場合には、上段が使用されることはない。静止トランスファ軌道のようなより高エネルギーの軌道へは、アンガラ英語は、プロトン、M ロケットでも使用された N2O4、オーブ系の S5.98M をエンジンとするブリーズ、M 上段、あるいは、LH2、ロックスを、推進剤とする。 RD-0H46D エンジンを採用した新たな極低温上段 KVTK を使用する予定である。ボストチヌイからの打ち上げでは、有毒な推進剤を使用するブリーズ M を避けるために、ブロック D の使用が検討される。アンガラの派生が高い発注の最小のアンガラは1機の ARM-1 コアと改良されたブロック I を備えるアンガラ1.2である。 離陸時の重量は171トンで 200kmX60 度の軌道へ3.8トンの投入が可能である。アンガラ1.2ピアニッシモ改良型のアンガラ1.2はアンガラ1.2ピアニッシモと呼ばれ2014年7月9日のアンガラの初飛行の弾道飛行で使用された。この打ち上げでは22分間で重量 1430kg の模擬のペイロードを運んだ。 アンガラ1.2ピアニッシモの重量は17万 1000kg で、推進材は1機のアームマイナス1段と、直径3.6メートルのアームマイナス2の一部に充填された。アンガラ1.2ピアニッシモは、アンガラの最初の軌道周回飛行の前に、アンガラ英語の主要な構成要素を試験する目的で、打ち上げられた。2番目に開発されたアンガラは1機のアームマイナス1。 コアと4機のアームマイナス1ブースターと2段目の3.6メートル、アームマイナス2と上段のブリーズ MRE は、KVTK で構成される、アンガラエゴ HLV だった。アンガラエゴは打ち上げ自重量773トンで、軌道投入能力は、高度 200km、X 軌道傾斜角60度の軌道へ24.5トンの予定である。静止トランスファ軌道への投入能力は、 ブリーズ AM 搭載時で5.4トン、KVTK 搭載時では7.5トンの予定である。アンガラ A5 は4機のアームマイナス -1 をブースターとして使用し、最大水力でおよそ214秒間噴射してから分離する。中央のアームマイナス -1 は離陸時のみ最大水力で、その後ブースター分離までの間は推進剤を温存するために出力を30%に抑えて飛行する。 ブースター分離後に最大水力に戻し110秒間燃焼する。アンガラ1.1軌道投入能力が2トンのブリーズケムを2段目として使用する初期のより小型の計画はアンガラ1.1と呼ばれた。この派生型は2013年に収益したソユーズ2から 1V と能力が重複するので中止された。アンガラ A3 アンガラ A3 は1機のアームマイナス1。 コアと2機のアーム -1 ブースター、直径3.6メートルのアーム -2 で構成され、高機動ミッションのために、ブリーズ MRE は水素を推進剤とする上段をオプションで搭載できる予定だった。この機体用の水素推進剤の段は、アーカーフと呼ばれ、アンガラ英語の KVTK よりも小型になる予定だった。この機体が担当する予定だったペイロードは、大半が、 ソユーズ図にで網羅されており、この機体は現在の計画からは落ちている。アンガラ A5P クルニチェフはアンガラ A5 を用いて新しい18トンの乗員輸送用宇宙船を打ち上げるアンガラ A5P を提案した。この派生型は4機のアーム -1 をブースターとして中央のコアアーム -1 の周囲に配置するところまではアンガラ A5 と同じであるが、 二段目を備えず宇宙船をスペースシャトルやブランのように完全な周回軌道へ引き継ぐためのわずかな弾道軌道へ投入する。この方法の利点はすべてのエンジンが地上にいる時点で点火して状態を確認できることで不確実性のある打ち上げ後の空中での点火を除去できる。RD-191 エンジンも同様に安全性を増やすために水力を減らして 運転される可能性がある。アンガラ a 5ボルトクルニチェフは、新型の大型水素上段によって、アーム -2 を置き換え、水力を増強したアーム -1 を備えた、改良型のアンガラ A5 を提案した。アーム -1 ブースターの水力を、最初の40秒間に10%高め、クロス供給とより、強力な、RD-195 アーム -1 に、 搭載することで、アームマイナス2をより重たいアームマイナス2ボルトに置き換えても良好な水力、重量比をもたらすことを目的とする。最終的な仕様では、A5B の能力は低軌道へ35から40トンが考えられる。アンガラ A7 超重量級のアンガラ A7 は、総重量1133トンで 200km、X60 度の軌道へ35トン。 あるいはアーム -2 の代わりに、KVTKA7 を2段目として装備することで、静止トランスファ起動へ12.5トンを投入する能力を備える。大量の推進剤を搭載するために、アーム -1 を大型化する必要があること、水素推進系の KVTK を新たに開発しなければならないことから、現時点ではこの機体の開発予定はない。 アンガラ A7 は専用の発射台が必要になる予定だった。アンガラ -100 アンガラ -100 は2005年にクルニチェフによって提案された NASA のビジョンフォースペースエクスプロレーションのための超重量物打ち上げ機である。ロケットは4機の RD-170 を動力と、スルブースターと1機の RD-180 を動力とスルコアとエネルギアの RD-0120。 エンジンを完了した r d 0 1 2を備える極低温上段で構成される。低軌道へのペイロード運搬能力は100トン以上の予定だった。バイカル NPO モルニアと共に、クルニチェフは同様にバイカルという名称の再使用可能なアーム -1 ブースターが計画された。アーム -1 に主翼、尾翼、着陸装置、機関飛行用のエンジンと、 姿勢制御推進機を装備することで、ミッション終了後に空港に帰還する予定であった。ロケットは、ロシアのプレセツク宇宙基地と現在建設中のボストチヌイ宇宙基地から打ち上げられる予定である。ロシアは現在使用中のカザフスタンのバイコヌール宇宙基地の使用を減らしたいと願っている。カザフスタンとのベイテリック計画では、アンガラエ語ゴの打ち上げがバイコヌールから行われる。 可能性もある。2009年には、プレセツク社上の建設予算が減額されたことが、アンガラの開発の主な障害であると報告された。ユニバーサルロケットモジュールと、ブリーズ・ウェムジョーダンロケットの生産は、オムスクのクルニチェフの子会社であるパリオ生産会社で行われる。2009年に、パリオは7億7140万ルーブルをアンガラの製造ラインに投資した。 RD-191 エンジンの設計と試験は NPON5 マッシュが行い生産はベルミのプロトン PM が行う。すべてのアンガラシリーズは商業打ち上げに販売される予定で値段はアンガラ1.1が約2000万ドルである。2009年8月25日韓国のラロロロケット初号機が打ち上げられた。第1弾にアーム。 r d 百五十一が使用されており、全高三十メートルで、重量百四十トンのラローは、サイズがアンガラ一点一と似ている。一回目となる打ち上げは、アームの試験を兼ねており、高度百九十六キロメートルに達した。第一弾すなわちアーム、r d 百五十一エンジンの打ち上げとしては、成功したが、韓国で製造された二段目のフェアリングの分離に、 失敗したために衛星の軌道投入はできなかった。この一連の韓国での打ち上げでロシアは2億1000万ドルの資金を得た。2009年12月5日、ロシア連邦宇宙局はエンジンの試験が完了したが、資金不足のためにアンガラの最初の飛行試験は2011年から2012年に延期すると発表。クルニチェフロケットの開発の完了までに次の3年間で10億。 ルーブルの追加の割当てが必要だと政府に打診した。2010年6月10日、韓国のラロロケット2号機は発射137秒後、通信が途絶し、爆発、墜落した。失敗の原因は、韓国側が製造した2段目が予定時間前に点火したことによる。2013年1月30日、韓国のラロロケット3号機は、 ロシアの全面的な技術支援の下で、衛星ストサット -2C を軌道投入することに成功した。RD-151 エンジンを搭載した一段目は、ロシアが単独で開発、製造、運用し、韓国は一段目に全く関わっていない。2014年6月4日、ロシア連邦宇宙局は、6月25日にアンガラ1.2の1号機を プレセツク宇宙基地から打ち上げることを発表した。1号機は特別に初打ち上げを意味するの頭文字を取ってアンガラ 1.2PP と名付けられている。この打ち上げでは人工衛星は搭載されず弾道飛行が予定されている。6月25日の打ち上げは説明なく27日に延期。27日もまた延期となった。28日には再々度延期され、 一旦発射台から組み立て棟に戻された。延期の理由は一段目の酸化剤タンクのドレンバルブが凍結し閉じなかったことであり、7月9日打ち上げ予定と報じられた。2014年7月9日16時アンガラ 1.2pp は初の打ち上げに成功した。プレセツク宇宙基地から打ち上げられ、22分間の弾道飛行の後に 5700km 離れた。 カムチャツカ半島のクラシャ劇場に着弾したと発表された。2014年12月23日5時57分、アンガラ英語の1号機、アンガラ英語から 1LM がプレセツク宇宙基地から打ち上げられた。1LM は一番目の打ち上げ機を意味するロシア語の頭文字に由来する。アンガラ英語は4機のアーム -1 を第1弾、中央部の1機のアーム -1 を第2弾、 その上のアームマイナス -2 を第3弾とする構成で、今回は第3弾の上段に2トンのダミー衛星を積んだ、ブリーズ M が搭載されて打ち上げられた。打ち上げから12分後にブリーズ M が切り離され、約9時間後には静止衛星軌道に到達した。ありがとうございます。